知らんのやけど、こんな鍵。いや、普通に開けてください、知ってるんだから。15回ぐらい練習した、ね。はい、お邪魔します、はい、新事務所。お邪魔します。はい、おいそおいそ、やばということで、ええ、小屋企画、はい、新事務所です。出たい出たい、はい、今まで あの僕の家と兼用しておりましたが、はい、とりあえず別で、うん、事務所を、はい、お借りしようと。なるほど、はい、素晴らしい。ちょっと 入りますか。はい、おー、いきなりお風呂場ですけど。そうですね、ちょっと鏡あるんで、 こうね、はい、ちょっと開けてみましょう。そう、お風呂まで見せる必要あるんです。事務所で広い広い、すごいね。事務所でお風呂まで見せる必要ないでしょ。めっちゃいいやん。そしてこっちか、はい、このルーフ、ここお手洗いだね。あ、僕トイレ見てないです、まだ。事務所のトイレ、自動電気。すげえ、めちゃめちゃ、はい、はい、はい。そしてリビングですけど、はい、あんまり外映しちゃうと場所も行くてますけど、そうですね、一応ね、アイランドキッチンあるんで料理配信できますね。どこにキッチンあるのこれ。で、すごいな、こ、あ、これ食洗、はい、やば、おいいですね。だ、料理配信たくさんできます。お、すげえ、はい。ほんでここに冷蔵庫とか置いて、はい、こっちも部屋なのか。そうですね、なんかドアついてる。そうそうそう、閉まるようになってる。あ、これで再入れる部屋、はい、一応一個の部屋になるような感じにもできますね。ほんでこれがリビングで、はい、こっちが別部屋。そう、こっち寝室とか、なんかそっち系に使う感じになってきますかね。これ新築でしょ。新築です。すごっ、めっちゃ綺麗やん。めっちゃ綺麗ですよね。こういってのこう、こ う, うわ、めっちゃいいよ。はい、もうここ小屋さんのあの衣装とか、あのカツラとか、下手すぎ、僕の家としても全然寝れるわ。なんかモニターをめちゃくちゃついてますね。こんな電気自動車のマークあるわ。あ、本当だ。こんな電気自動車乗っても、はい、自分の契約した駐車場で充電ができるってことですね。ここ電気代半年に1回なんでしょ。そう、あのこれね、基本的に、あ、そう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 、あの太陽光で発電してるんで、うん、使わなければ、うん、逆にその太陽光の売電したお金をもらえるらしいです、うん、すごいね。はい、だから基本的に電気代がかかんない家ですね。めっちゃいいよ。びっくりしますよね。最強事務所じゃないですか。最強事務所です。だから、しかも荷物受け取りもなんか自動マシンみたいなのがあって、ああ、そうそうそう、家にいなくても宅配ボックスに入れてくれるんで、うんうんうん、いつでも受け取りができるという。いや、素晴らしいですね、はい、クリーニングをあの箱の中に入れとけば自動に持ってってくれるらしいです。マジで？で、自動で返してくれるみたいな。何それ。クリーニング行かなくていいらしいです。あー、ようできてんな。はい、で、自動引き落としで、うん、みたいな。築0年。築0年。近所にいろいろありますしね。そうですね、便利なとこなんですね、場所は。はい、一等地でございます。一等地でございます。はい、さっき僕ちょっと外散歩してたら、はい、元カノのお母さんに会って来ますからですけど。いや、びっくりしましたね。そうですね、はいはいはい。だから、うん、とりあえず新事務所を、うん、まあ、借りましたっていう報告なんですけど、はい、こっからね、うん、ちょっと事務所を作っていく動画も作りたいなと思って。そう、スカスカやからね、今言うから、はい、ここにいろいろ入れていかなきゃ。分かんないですけど、例えば DIY したりとか。なるほどなるほど、いいですね。なんか重鉄骨っていう鉄骨よりちょっと強いやつ。あ、そうだ、普通で言うとマンションとか、うん、軽量鉄骨使ってたりするんですけど、ここも重量鉄骨なんで、もうこれぐらいの声だったら、あのもう周りに聞こえないっていう。この前の家で言うと、生配信中小屋さんちょっとうるさいみたいなこと言ってたでしょ。そう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 、もうその心配が一切ない防音の家になってます。すごいな。はい、なんか綺麗すぎて落ち着かんな、まだ。だから DIY で汚していきましょう。ほんまに、はい、事務所作りをちょっとやっていきましょう。そうですね、ニュー事務所ということで、はい、これから頑張っていきましょう。お願いします。お願いします。
ほやけんアワビよりはご覧のスポンサーの提供でお送りしました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。はい、ということで、まあ、やっぱり何より久しぶりにちゃんと編集をしているというのもございますしね、二軒屋トレインワークスというところから事務所が引っ越しになりましたので、今後とも小屋企画をよろしくお願いします。最後ものすごい舌足らずになりましたけどね、仕事お待ちしております。ありがとうございました。